名古屋市民かつ愛知県民我響きながらオムラチジリコール応援させていただきます。の写真だろうとバーナーで焼いて踏みつけるアート公共事業展示行かれてね。これが札田でも大村でも市でも枝野でも君でもダメだろう。例えば津波が迫り来る中最後まで避難放送した彼女や殺意に満ちてる通り魔の前に立ちはだかった彼、哀れな日本人の墓やられたら吐き気がするぞ。怒られちゃう芸術ってなんだよ。看板を盾にして個人への冒涜、注意されたら国家権力の検閲、ふざけてる勝手に個人でやって炎上、潰れてればいいんだけど税金投入決めたんはあんた、開き直ってますね。コロナ禍名古屋新抗議、文化庁に抗議、そこまでやるならこっちもやることやらねとリコール。大きくじゃすまねえよ大村知事アウト、個人への冒涜公共事業でやんな。初耳中京都構想気になるもやもや説明おにゃしゃーす。大きくじゃすまねえよ大村知事アウト、個人への冒涜公共事業でやんな。初耳中京都構想気になるもやもや説明おにゃしゃーす。ライトにライト、メトロ熊一、どうもです。今回は愛知トリエンナーレの件で大村知事リコール賛成ラップということで愛知県民なので作ってみました。今高須委員長がおやめください大村知事100万人リコールの会みたいな名前のやつを作ってるんで、もちろん会員登録をしてきました。署名はまだこれからみたいですね。なんと署名サイトには中京都構想のことが書いてあって、リコールに賛成するとそのまま抱き合わせで中京都構想に賛成していることになってしまうという騒ぎがあったのでラップにしてみたんですけど、昨日見たらもうすでに準備中になってました。応援する側としてはモヤモヤするんで、何か説明があるとすっきりしていいかなと思います。テレビで愛知トリエンナーレの件が出ると大体慰安婦像が映ってるんで、ひょっとしたら昭和天皇のお写真をバーナーで焼いて踏みつける、特攻隊員の寄せ書きで作った間抜けな日本人の墓について知らない人は結構いたりするんですかね。まあ、知ったらどう考えてもアウトだと思うんで、そういう人に少しでも届けばいいなと思ってラップにしました。この慰安婦像を作ったキム・ウンソンさんという方は雷大半像も作っておられるということで、トリエンナーレ側がもっと公平な展示の仕方があったんじゃないかなとも思います。例えば慰安婦像をめぐって韓国と日本の主張を展示するとか、雷大半像も一緒に展示して戦争時の女性の被害を訴えるとか。8月1日に愛知トリエンナーレオープン したんだけど、7月22日に愛知県から出品者一覧みたいなの来たんですよ。これ一応こんなのはどうなったか言うと、その今の陛下は違うやつが出とったんですね。これなんとバーナーで燃やした足で追いついたやつでないのが出したってんですよ実は。だからまあ嘘言って隠して出したと。河村市長の主張はこんな感じなんで、今補助金詐欺とか言われてますよね。まだまだこの話題は継続していかないといけないと思うんで、反対側の方の意見をまとめたりしながらまたラップにしていこうと思います。ラッパーでこっち側の人はなかなかいないと思うんですけど、 DM でちょくちょく応援メッセージはもらっててマジで励みになってます。まあ左一色っぽい感じのラッパー界の中で主張するのはだいぶリスキーだと思うんで、その役目は端っこの僕に任せていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。